はい、皆さんこんにちは。大人のためのバレエ教室、あやこバレエクルール代表、バレエ講師のあやこです。今回はみんなが知ってるあの踊りの一節を一緒に動いてみようということで、ちょっと今回シリーズ化していけたらと思っております。第1回は白鳥の湖より4羽の白鳥、タン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 タラランタンタン、あの曲です。バレエやってない人も結構ご存知だと思いますけれども、早くって一体どんな動きをしてるんだろうって思われてる方結構多いと思うんですね。それを一つずつ、最初だけ、本当に一節を皆様で一緒にやってみたいと思います。では早速行ってみましょう。どうぞ。今回の一節はこちら。では一緒にやってみましょう。1、2、3。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。どうでしたか。あ、こういうことしてたのねってちょっともし分かっていただけたら嬉しいです。もちろんバレエ団によって振り付けは少し変わっておきます。今回私は顔をつけずにほとんどこのままやりましたけれども、本来は顔をね、このように動かしながら行います。実際は一人でもなく手をつないで4人で行うので、かなりこう縛られた状態になるんですね。なのでこれは実は見てるよりかなり体力的にきついです。この4羽の白鳥の曲はかなり有名ですので、もしご希望があれば今回のこの一節だけではなくって、次の一節、そして最後のもう一節も少しずつやっていきたいと思っております。そして白鳥の湖以外にも眠れる森の美女やくるみ割り人形など、聞き慣れた音楽ですとか、なんとなく動きはわかるんだけれども、どんな動きがやってるんだろうっていうような曲って意外と多いと思うんですね。そして有名な曲一節ちょこっと踊れたらちょっと自慢できると思うんです。
もしこの曲のこの一節やり方を教えてほしいっていうところがあれば、ぜひこのコメント欄にお書きください。では本日もご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録と高評価クリックぜひお願いします。いつもありがとうございます。ではまた次回の投稿でお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。